今日はですね、倉敷駅前に来てます。この目の前にね、三井アウトレットパークアリオがあります。このアリオの横にある公園、イルミネーションがあります。なんかね、岡山で一番盛り上がってる、一番いい場所、一番いいイルミネーションっていう話を聞きました。カメラから見ると綺麗に見えます。 LED が綺麗。ちょっと進んでいきましょう。まだ結構長い感じですね。去年より多分かなり規模がすごい感じがするんですけど、
はい、という感じでございました。結構ねこの川というか小川にかけてねずらっとねあのイルミネーションが飾られてるようなね感じです。大迫力 のような、感じですね。ぜひあの興味ある方行ってみてください。2月の14日かな、それぐらいまでやってるそうなのでまだ時間はあります。ぜひ。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。